株式会社ヤマトは、鹿児島県を中心に総合スーパー及び、スーパーマーケットを展開する企業。鹿児島市に、本社、薩摩仙台市神田町に本部を持つ。1960年創業。鹿児島県内では、太陽や西タ A コープ鹿児島と並ぶ小売店である。鹿児島県と宮崎県、特に、 薩摩仙台市を中心とした北札地区を中心に店舗を展開する。シンボルマークは鶴を模し、大の字から図案化したものである。ただし、大和という店舗名と鶴のロゴマークは新規開業店舗では見られなくなっており、最近の大型店舗にはプラッセを使用している。大和の店舗の肩書きはショッピングデパートとあり、プラッセの肩書きはハッピーライフタウンとある。 愛良市の食品スーパー、高貨、を大和加盟店に転換。また、琴吹屋から県内を呼び、宮崎県の店舗を譲渡された。その際、店舗規模により、プラス世代は大和として転換し、リニューアルオープンした。旧、琴吹屋再開第一号店は、プラスセク式の駅前店だった。このほか北薩地域を主に展開していた食品スーパー、 クッキー、ラークスを運営するクッキーが2018年10月に営業を終了したことに伴い、同店の9店舗のうち8店舗を10月1日付で譲渡された。同県内の一部のツタヤも運営している。以前はデオデオも運営していたが、現在は全店閉店している。2013年3月より自社発行のポイントカードに代わり、T ポイントを導入していたが、 2020年2月をもって終了した。2019年より自社発行の電子マネー、もじょかカードを導入。プラス世代は、川内店は8月から導入しており、それ以外の店舗は9月から導入している。ショッピングセンター形式の店舗2020年2月時点で24店舗を展開している。プラス世代は宮野城店及び台は、 串木の店には蔦屋を併設している。なお、プラスセファッション館吉野店およびプラスセ食品館、向田店は、大和ブランドの店舗を改築し、リブランドしたものであり、また、プラスセ大和宮の城店、プラスセ大和エビの店、およびプラスセ大和ファッション館小林店は旧、ことぶき屋の店舗であり、さらに、大和中号店、大和区内店、大和国武北店、 大和国武北店100円館、大和アイラ店、大和アイラ店100円館、大和鶴田店は、旧、クッキー、ラークスの店舗である。2020年2月時点で、鹿児島県と宮崎県に10店舗を展開している。ありがとうございます。